兵庫県の斉藤知事をめぐるパワハラおねだり疑惑現在、兵庫県議会の百条委員会で真相が調査されていて早ければ来月下旬にも職員への証人尋問が始まる予定です。 そんな中、きょう午後1時半から開催された百条委員会の理事会、証人尋問に出頭する職員のプライバシーをどのように保護するかなどが話し合われました事前の証人は不要ということで、いろんな弁護士さんに相談をしてあの、決めていただいたということでこれに対して知事は。 一つの環境が整ったということで、あの前向きに受け止めたいという,ふうに考えています。真相の解明のため、百条委員会で職員が安心して証言できる環境をどう整えることができるのか、兵庫県は難しい局面を迎えています。そもそも今年3月。 県の元局長は匿名で知事らに対する7つの疑惑を告発する文書を一部の報道機関などに配布。その直後知事は事実向こうの内容がまた、あ、だ含まれている嘘800含めてですねあのえとこつ文章作って流すっていう行為はやっぱり公務員としては失格ですのでそういった行為は告発を嘘800と真っ向から否定。 県は第三者ではなく内部調査のみを行い告発文書は元局長が書いたものだと特定元局長を停職3ヶ月の懲戒処分にしたのです一方元局長は公益通報も県の内部機関の一つであり完全な第三者足りえませんしかし私の取り得る手段としては現時点では これが最善の対応策だと考えました4月に県の公益通報制度も利用して通報していました県の担当部署によると外部の弁護士などで構成される公益通報委員会はハラスメント疑惑の認定には至らなかったものの是正が必要との判断をする方針だとしています 公益通報制度に詳しい三浦直樹弁護士は。そもそも内部告発について。リスクを犯してでも。組織を何とかしたい。っていう。その公益の目的。でなされた行為。なわけですから。不利益な処分をするっていうのは。本当にあってはならない。しかし、元局長には懲戒処分が下され。結果的に不利益を被った形に。 その後、元局長は知事や県政への怒りが書かれた遺書を残して死亡しました。どこに一番問題があったとまずお考えでしょうか。本来は通報されたときにはむしろあの襟を正して対応すべきだと思うんです。逆切れのような対応になってると思うんですよね。 一連の兵庫県の対応に問題はなかったのかこの後詳しくお伝えします。 兵庫県の斉藤知事のパワハラ疑惑などを調べるために来月にも百条委員会というものが開かれて調査するということなんですがその準備のための理事会が今日開かれていまして先ほど終わりました、速報が入ってきました斉藤知事のパワハラ疑惑などを調査する百条委員会で知事に対し8月下旬の証人尋問に出頭を要請する方針が固まったことが関係者への取材で分かりました。 順に合わせて2回パワハラ疑惑に関する証人尋問を予定していますが関係者によりますと百条委員会はこのうちの1回に 斉藤知事に証人として出頭するよう要請する方針を固めたということです。繰り返します。斉藤知事の疑惑を調査する百条委員会で、知事に対し、8月下旬の証人尋問に出頭を要請する方針が固まったということが、関係者への取材で分かったということです。まあ、本人がここに出て、この百条委員会というのは、出頭を拒否したり、また、協議の証言することが、罰則が設けられていますから、基本はもう出頭すると。 いうことになると思います。本人が出ることでまあ分かることもありそうですよね。知事本人が何を語るか、そして来月の表あの百条委員会ではですね、えー、県の職員の方も証言に出るのではないかと言われていますので、その人たちが何を語るのかということなんですが、それについて今日こちらを見ていきたいんです。はい出ますでしょうか。えー、話したのお前やろとならないためにどうしていくべきなのかということ。さらに、おねだり おりりりやパワハラより実はは大きなな問題でいいかとと指摘されていることがあります県の最初の動きはあれで良かったのか犯人探ししていいのか1つずつ見ていきましょうまず、こちらなんですね、えー、百条委員会で県職員、思ったことを喋れるのか知事、トップがこの後も続投するということ今のところは明言しています。という組織で自分も働いていくことを考えたらなかなか。 本当のことって喋りにくいな、ちょっとっていうのはないですかただ、県職員の方しか知らないことというのがいっぱいあると思いますのでその人たちに喋ってもらわなくてはいけないただ、ですね、えー、今日まで、えー、聞かれていたことで言いますと県職員は証人として出頭するのには上司の証人がまず必要ですよ。 で公務員にはそもそも守秘義務がありますのでその百条委員会でも守秘義務に関することをしゃべってしまっていいのかしゃべったとき守秘義務違反になるのかまた出頭して語ることによってその仲間内からもですねあの人しゃべったらしいよと、うん、あの人がこんなことを言っちゃったのかなということでの働きにくくなるということもあると結局、証言が出てこないのではないかということでこのあたりをどうしていくかということが話し合われてきました。で はい、これまで守秘義務はです、ね、免除の申請手続きを行うことで守秘義務の違反になりませんよというやり方がいいんではないかと話が出ていました兵庫県側としては職員を守るためにこういう手続きを行うべきだという話が出ていたようなんですがある県の議員さんからですね、こういう手続きをしなきゃいけないということ自体口止めになっていてプレッシャーになるんじゃないか。 これについては専門家の意見、ちょっと聞いてみました、はいえー、村中先生はですねあの守秘義務違反や職務専念違反にならないルール作りはやはり何か必要でしょうただ、全く手続き何もなくていいとするとですね普段働いている人が2時間ぐらい急にいなくなったなということになるわけでわ、うん、それはそれでおかしいとか急に今日休んでるですからまあ手続きは必要だけれども百条委員会で何か話したからって絶対に不利益はないというな何かルールを を作るもももしししくはとかもしくははか合わせてですねそれと合わせて開催場所や内容の非公開とか日曜日に開催ねどっか知らないところでやることで誰にもわからないようにというやり方もなくはないようなんですが原則としては百条委員会というのはまあ公開でということを今回も言われているのでさあどうするという中なんですが先ほど終わった今回の今日のですね理事会で。 何か一つ結論が出て速報ですね、うん、え職員がアンケートに答えることも、うん、職員の証言も上司への事前承認不要という形になったようですあ<ー>まあその席を離れたりいないということに関してどうするかということはきっと出てくるんだと思うんですが上司への事前承認がない方が心的負担としてはこれの方がやっぱり楽なんです,か、ね、そ,ですそもそもという話もちょっと今日見ていきたいんです。うん こちらはい、おねだりより問題ありかということでそもそもは匿名の告発から始まったこと元県民局長という残念ながら亡くなられてしまった方はです、ね、7つの疑惑ということで最初は告発がありましたいろいろ公職選挙法に違反することがあったのではないかやおねだり、パワハラなどがあったんですが、はい、それを少しちょっとまとめてこちらで見ていきましょうか。はい、パワハラに関しましまては 2 0ル手前で車を降ろされたことに、まあ、怒って叱責したであったりワインをまあおねだりするような音声が残っていて。 PR のためにと言いながらその後、PR は特に今のところできていませんという知事の発言があったりこれも大きな問題になるかもしれない補助金の不正があったのではないかと告発上にはありました去年のオリックスタイガースの優勝パレードの費用がなかなか集まらなかったときに地元の金融機関にですね補助金を多く渡して その多く渡した補助金の中からキックバックという形でこの優勝パレード費用をクラウドファンディングに寄付をさせていたこれもちろん事実だとすると背任横領ということになりますこの辺は本当に百条委員会で何か証言が出てこない限り外部からはなかなか証明が難しいということですので、まあ、ちょっと百条委員会も含めて待ちたいんですが。 ただ、こういったことよりもしかして大きな問題があるかもしれないと専門家の方も指摘している場所がありますそれを見ていきましょう、はい。改めて時系列で見ると最初、匿名で告発がありました知事はそれを嘘800事実無根と最初は切り捨てました、まあ、その後、あの表現は言い過ぎたという釈明はありましたがそして告発した人が元県民局長ということで特定されまして停職処分を受けた。ただ 嘘800でも事実無根でもなく一部事実があったじゃないかこれはもしかしてどの部分まで事実でどこから嘘かわからない以上百条委員会でしっかり調査しましょうとなってその百条委員会でも証言する予定だった告発者の方がまあ残念ながら亡くなられてしまったという時系列なんですね。たただだこここここででちょっっととと一つおかかししいいいうか気になるるががここが言われている点でして点最初匿名だだった告発者が 誰なのかそのかそ結果的には元県民局長だということがどうやって分かったのかということも今回、関係者への取材で少し見えてきたことがあります。はい、と言いますのが、匿名の告発がありりましたやっぱ誰だと県側がなったもちろん県知事もなったんでしょう、その時に元県民局長に聞き取りに行ったんですって。で聞き取った結果 本人が認めた私が確かに書,、ま、書きましたということでパソコンを押収して過去十数年分ですね、えー、それを調べてで結果的に退職予定だったのを退職させずに停職処分ということになっていくということなんですがここですよね誰だとなって結果的にこの人に聞き取りに行くんですがなぜ分かったのかどうやら関係者いわく少なくとも今年の2月以降 この人県側まあマークというと厳しいかもしれませんがこういうことがあった時に名前がパッと上がる人だったんですって。というのが実は2月に元県民局長という方が今年の2月ホームページがありまして県民局のホームページ。そこに 自分のご挨拶というか、ねあのまあ、メッセージを毎月出しているメッセージを書いていたこれが組織というのは必ず、まあ、だんだんと腐敗していくものだ特に権力者トップとです、ね、その周りにはイエスマンばかり集めてしまってだんだんどんな組織も腐敗していくというようなことを書いてその最後の一文にあこれ兵庫県のことじゃないですよって書いてはいるんです。 ただ、こういうホームページの記載を受けてどうやら県側はもしかしてこの人は県に対して何か思いがある人じゃないかということでマークというかちょっとチェックをしていた誰だと結果聞き取りに行ったつまり出ますか犯人探しをまあしていたわけですよね。 でこの犯人探しはじゃあ次のページいきましょうか、はい、していいんですか2022年に改正されましたもともと2006年にできました公益通報者保護法というものがあります企業など内部の不祥事というのは中にいる人しかわからないことがたくさんあるとその中の人から通報があるということを守っていきましょうね出ないと内部通報なんか出てこないですよね。 ということでいろいろ企業不祥事があった時にこういったものが法律で制定されたということですまあ、これがなきゃ絶対出てこないですよね、うん、普通はえっと公益通報者保護法とはまあ別に公益通報というシステム、うん、制度の受付窓口は兵庫県にもあります、うんうん、中にあります、うん、はい。ただ最初は今回は内部ではなくてマスコミや一部議員など外部に、はいはい あの告発した元県民局長はあの告発していたという形なんですがまあこういった形がありますで、これがある以上ですね告発者を萎縮つまりビビらせたら次の告発も出てこなくなるわけですから絶対に萎縮させてはダメというのが考え方理念でしてということは犯人探しはダメなんです何な,なら告発された内容が結果調べてみたら違ったよね。 だったとしても違いましたあ、こういう告発ありましたけどそれは違いました次からはあのこういう,ようなことを言われないように誤解もされないように気をつけますというだけでそれでも犯人探ししてはいけないというのが三浦弁護士の意見でした、うん、公益通報者保護法でもっと具体的に細かいことなんですけど見ていくと受け付けた窓口の人がバラしてはいけないとかってあって、うん、あ今回の当事者が調べてはいけないその場合こういう罰則っていうふうには書かれていないそうで、うんうん そのちょっと運用面で細かいことっていうのはあるようですがただ、まあ、これから考えるとおかしいもう一つね公益通報とか内部通報というのはるする人からしたら、うん、ハイリスク、老化もしくはノーリターンなんですよ。うん確かに ということはやっぱ守られない限り誰もしないでも公益みんなのためになる情報を言ってくれるのは言ってもらった方がいいわけですから、うんうん、ここはしっかり守らなきゃいけないんですが今回、守られなかったなぜ守られなかったのか改めて県側のまあ言い分を聞いてみますと。 3月の匿名告発というのは公益通報ではないと認識している兵庫県の,その窓口に言われたわけじゃないので違う、もしくは中身がですね誹謗中傷のような形だから事実無根なので違うなどが一応、知事側の言い分なんですがそれは先に調べなきゃいけなかったのかなと思います。専門家も出ますかはい、えー 通報窓口以外への通報は該当しないと思ってたんですかねでも実際はマスコミへ通報したって保護の対象となるわけでやっぱり最初の一歩というものが大きく間違っていたのではないかそしてもし間違っていたということであればですよ三浦弁護士はやっぱりこの亡くなられた方の名誉回復を。 しっかりしてほしいということをおっしゃっていましたえ、うん、そして今悩みを抱えているという方日本命の電話などの相談窓口がありますのでえこちらにぜひ相談電話をかけてください以上今日の山中プレゼンでした